重岡チャンネルでございます。じゃがりこ、グランバター、この間ですね、ジャガビーのですね、なんだろうかな、グランバターかな、ジャガビーのやつね、紹介したんですけど、今度はですね、こちらね、じゃがりこのグランバターということで、北海道産男爵いも使用と書いておりますね。バターのあれですね、この間チーズだったんですけどね、はい、男爵とバターこういう、まあ、いや、なんかね、読むにはね、欲しくない。こんなところに、こだバッター、サブって感じですね。はい。ハチミツとバターの絶妙なハーモニー。なんかハチミツ入ってるのかな？はい。ではですね、早速ちょっとね、これ、金ピカですね。すごいですね。この柄がすごいなと思いましてね。カルビーさん、よくやります。はい。ではですね、ちょっと食べてみましょうかね。早速ね、やってみましょう。匂いはどんな感じかな。開けちゃいます。ちょっとね、匂い嗅いでみましょう。なんかじゃがバタの感じかな。いただきます。はい、こんな感じでございます。食べてみます。あ、後からね、ちょっと蜂蜜が出てくる。あ、でも美味しいな、これ。結構いけるんじゃないですか。じゃがりこって言ったらじゃがりこ。別になんか、なんだろう、これグランバターってそれつも別にしなくていいような気もする。美味しいのは美味しいです。後からちょっとね、甘いのがね、出てきますね。すっごいなんかね、もう男爵芋そのものです、これ。美味しいです。甘いというよりも、なんだろう、美味しいですね。なんだろう、これ普通のなんかじゃがバタ。じゃがバタだ。このままじゃがバタそのまま、普通のじゃがりこよりもね、多分美味しいと思います。じゃがビーに近いじゃがりこ。こんな感じで、どうでしょうか、表現的には。なんか後味がいい、これ食べた後の後味がいいです。はい、というわけでね、こちら、カルビーじゃがりこグランバター、レビューでした。限定と思います。期間限定で書いてます。期間限定だ。はい、ありがとうございます。